これ今視聴者の皆さんに、うん、訳 VS 誰が見たい誰が見たいっていうのをちょっとコメントで募ってもらってもいいんじゃないですか。こんにちは、ワキシングのリーゼントチャンネル。ナイスリーゼント。ちょっとこの T シャツ見てください。あ、何これ。俺が半殺しにあった試合。半殺しにあった試合の気づかんかったでしょ。気づかんかった。ずっと気づかんかったでしょ。普通に最近ね、コメントでもね、ワケ選手が着てる T シャツかっこいいとか、ね、基本自分のこの YouTube には自分の T シャツしか着ませんからね。そんなことない。うちのジャージ着てるのもあるよ。ジャージと T シャツはね、大体クラッシュでクラッシュされた。そう、もう予見してるよね。そうそうそう、試合結果をね。誰が作ったと思う。え、誰が作った。これ鬼塚克也さんのデザインです。そうだ、あった、思い出した。思い出した思い出した思い出した。さすがやっぱりアーティストだね。かっこいいですよね。かっこいいかっこいい。これだったら俺も全然渋谷歩けるよ、これ。うん、渋谷歩けます。渋谷歩けますよ、渋谷。岡山の田舎者が渋谷から明治神宮前の原宿の行ってから表参道行って絶対行けない行けない。もう和気君今何歳ですか。33歳。33でしょ、うん、でやっぱりこのスーパーバンタム級、はいね、やっぱり同世代まだまだ活躍してる選手もいるし、うん、まあ言い方を変えれば和気選手のやっぱり戦友でありライバル、はい、っていう選手が今日僕4人持ってきました、ね、その人にその選手のことについて、まあ、和気君に語ってもらおうという企画ですよ。なるほど、ね、はいはいはい、ね、俺もなんだかんだもう35戦でやってますからね。35戦でしょ。キャリアはまあまあ。だから2006年ですから、平成から令和にかけて、はい、ボクシング界の平成ジャンプ、平成ジャンプ、この5人が平成ジャンプ、あなたを入れて5人、平成ジャンプって。じゃあまず1人目、はい、ね、小国、ああまあまあ、うん、選手ですね、はい。なんならだってやる予定でしたからね。そう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 、一回決まっててね、うん、だから小国選手に関しては今、まあ、世界4位5位、世界4位か5位か、まあ、6位ぐらいまで若干落ちたかもしれないですけど、まだ全然1桁、うんうん、全然ね、WBA かな、WBA のね、そう入ってますね、うん、それで、まあ、この、まあ、オファーをいただいた時に、はい、小国選手から、まあ、流れたけど怪我でね、うん、オファーをもらった時に、要は角エビ宝石ジムのマネージャーは当然他の選手を言ったらしいんですよ。例えば勅使河原選手の OPBF に挑戦する気はないかと、まだ勅使河原選手には言ってないよと、ね、いやいや勅使河原選手は世界ランクも上位持ってるし、いや僕は和気選手とやりたいですと。ああ、小国選手が自分で言ったんだ。そうそうそう、これは、まあ、角エビ宝石ジムのマネージャーから聞きました。どうしても和気選手に負けてるでしょ、はい、昔ね、はい、8年前かなんかね、その試合をやっぱり頭にあるんだって。やっぱり引退するにしても、うん、和気選手に借りを返さないまま引退はできないと。な、ね、うん、上位当時4位だからね、4位のランクを持っている大西選手が和気選手にオファーをしてきたっていう流れがあるんです。和気選手は当然何も持ってない、ね、世界ランクに関しては、うん、ね、どうですか小国選手に関しては。小国選手だから、まあ俺はもう本当にね、4月試合やりたかったなっていう悔しい思いでいっぱいなんですけど、まあね、拳の骨折で半年でしょ。そうで、そこから復帰してってなっても多分すごい時間かかるから、まあまあね、できるかどうかはちょっと分かんないけど、自分の中ではやっぱり一度もらったオファーだから、うん、うん、しっかり売られた喧嘩を買ってやりたいなっていう思いはありますよ、うん、まあこっちも言うても世界ランキングもないし、うん、やっぱなんだろうな、もう崖っぷちだけども、うん、ここで一発何世界ランクに入って、うん、もう一回世界にっていうのが行きたいから、うん、そういう意味でも いい相手だなって思います。なるほどね、だからまあちょっとでもそのね、和気選手に借りを返さないと先に進めないって言ったところがね、うんうん、まあ、小国選手も和気君のなんか1個下か、はい、32歳かな、はいはい、だからまあこの平成ジャンプもうキャリアとしてはもしかしたらそうですね、終わりを考えながら少しやっぱりボクシングをやってるのかなっていう思いもその電話でね、うん、僕はあ、もうそんなになったかと、うんうん、だから和気君はもう1個上だから、はい、33歳だから、僕もああそうか、和気君も
ね、まだ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 やると思う、まだまだ思ってるけど、やっぱり選手によってはそういう第二のキャリアっていうのも進むために、はい、落としたものを拾いに行くっていうね、そういう気持ちもあるのかなっていう、まあ実際門エビのマネージャーからは、はい、これに懲りずに、うん、年末なり、来年またオファーを出すと思いますと、うん、その時はぜひお願いしますという言葉が来てますので、ね、そうなるとまた熱い試合ね決まるかもしれないですね、はい、2番目は、はい、勅使河原選手現OPBF チャンピオンです、はい、世界ランクもだって今実質1位ですからね、 IBF が1位、2位が空位の3位が勅使河原なんで、うん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 、実質1位で勅使河原選手は言うても30歳です。あ、30なんだ、うん、本当にでも同世代ですね。同世代といえばだからこれから出る人みんなだから同世代同階級のライバルっていう、そういう括りでやってますから、はい、そうなんですよ、うん、まあとはいえ勅使河原選手は、うん、若選手が今 OPBF 何位ですか。2位です。2位でしょ。2位です、うん、だそういう意味ではまあ言い方は悪いけどやっぱ目の上のたんこぶというか、はいね、だからまあまあ勅使河原選手がもしやってくれるならここにたんこぶができるの。いや目の上のたんこぶ、目の上、いやここ下、下にもじゃあ目の上のタンコブって意味が分からんからさ。いや嘘だろお前そんなやつ、はい、ちょっと一回ここで一回ちょっと待って、ちょっと待ってよ、ちょっと待ってよ、目の上のタンコブってどういう意味。いや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 、あの例えば、例えばだよ、例えばタンコブってこんなやつ、あなたがチャンピオンになるためにね、この人は邪魔だっていう時に、はい、あの例え話です。だからなんで目の上のタンコブ。それは俺に聞くなよ。もうそれはもう源の、ね、頼朝の時代からもう目の上のタンコブといえばそういう意味なんですよ。邪魔者ってこと？あ、まあ、あ、分かった。目の上にタンコブがあったら視界が悪くなって、そうそう、このタンコブが邪魔になるってことだ。そういうことです。だから、まあ、邪魔な存在っていう。勅使河原がここのタンコブなんだ。勅使河原イコールタンコブ。まあまあ、だからややこしいからやめもう。すいません、じゃあ始めます。で、まあそんなこと、まあだからまあまあ勅使河原選手はもう、はい、IBF の世界もう実質1位ですから、1位ですね、はい、ね、そういう意味ではまあ IBF の、うん、まあ団体としてはよ、挑戦者決定戦というのを絶対にやるので、自分がそうでしたからね。そうですね、うん、そうだから1位と上位2人で必ずやるので、そういった意味では OPBF のタイトルも返上してくれたら、まあ、和気君がまた OPBF のタイトルにチャンスが来るというような存在ですけどね、うんうんうん、まあでも強いね、強いですよね、勅使河原選手、ね、一番、まあ多分このスーパーバンタム級で一番勢いに乗ってるのは勅使河原選手ですよ ね、うん、今ね、うん、乗りに乗ってるのは、だから自分の5、6年、7、8年前ぐらいの乗ってたわけ、あーみたいな感じでね、そうだ ね、 IBF の、ね、うん、上位1位まで行ってね、うん、そうそうそう、チャンスがあるなら俺はやりたいです。まあそうだろうね、うんうん、だから、IBF 挑戦者決定戦とか、まあ、世界を待たされるんであれば、うん、もう東洋防衛で指名してくれたらいいのになとは思います、うん、そうだね、うん、そうだね、まあまあここだけの話ね、はい、指名期限も一昨年で切れてるんでね。そうそうそう、9月ぐらいだったかな。東洋太平洋っていうのは、うん、9ヶ月でしたっけ、9ヶ月かなんかに1回は必ず1位の選手と試合をやらなきゃいけないっていうルールがあるんですよね。そうだね、だから和気君はその時にリー・ジェイソンかな、うんうん、岡山で1位の選手ね、2人やったかな、うん、ラモナルも、ラモナルも指名、ラモナルもそうだね、はい、そうそう、だからそれをまあまあまあ当然僕陣営としては、うん、まあ僕が勅使河原選手の陣営だったらよ、うん、なんでそんなリスクをって今分けとやんなきゃいけないんだっていうのはあるから、まあまあ世界の挑戦者決定戦とかもし話が来てんだったら、はい、そっち一本でやっぱり行くんだけどね。そうですね、でもやっぱりもずっと持ってるってことはこれなんだろうね。だからまあ俺から言わせたら、その東洋の防衛しないんだったらさっさと返上しろって話なんですよ。だってこうやってランカーの選手ってまあいっぱいいるわけじゃないですか、うん、待たされてるんですよ、このランキングの選手ってみんなやっぱタイトルマッチに挑戦したいからここにいるわけじゃないですか、うん、でもチャンピオンが世界の話を待って試合をやらないんであれば、うん、このランカーの選手にチャンスが来ないんですよね、うん、まあまあ、だったらもう返上してくれて
王座決定戦でどん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 タイトルを回していかなきゃいけないなと俺は思います、うん、なるほどね。そしたら俺も王座決定戦になりますからね。そうだね、はい、そうそう。菅原選手はやっぱり OPBF の防衛というよりは、うん、やっぱ世界の方を見てるんだから ね、 そ, うですよね。その辺の動きが今後あると、うんうん、また動き、ね、和気君の方も動きがあるかもというところですね。わ、はい、かりました、ありがとうございます、はい、おう、じゃあ3人目、はいね、赤穂亮選手。この前かな、この前あのポリスボクサーの杉田大輔選手を3ラウンド KO で、はいはい、うん、まだまだ健在ハードパンチャーですよっていう。赤穂選手は俺より年上かな。それがね、1個上。あ、1個上なんだ。1個上なんですよ。なるほど。だから、俺よりキャリア長いと思う。34歳、デビューもちょっと前なんじゃない、和気君よりは、うんうん、もっと下の階級でやってたから、最初はね。あ、そっか、スーパーフライか。スーパーフライ、それこそ、佐藤陽太さんと世界戦もやってた、ね、あ、そうそう、やってるやってるやってる、スーパーフライでね。そう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 。で、今はもうこう、スーパーバンタムまで上げてきて、はいはい、現在も世界ランク入ってるというような、うん、はい。まあ、僕は数年前、和気君を見てたときは当然赤穂選手 VS 和気選手っていうのは考えてもなかったけどね。やっぱスーパーフライからバンタムに上げて、で今はスーパーバンタムに来たというところで、これも非常にあのスーパーバンタム級ではまあ注目のね、選手だよね。YouTube も人気だしね。もうボロ負けですよ、うちは。そうそうそう、もうボロ負けです。ボロ負けだね。YouTube では勝負してねえから。そうなの？俺はね。俺は俺もしてない。あんたの名前でやってんだから。俺もしてない。あんたの力がないだけだよ。俺が俺も一緒にすんじゃねえ。いやいや、もう YouTube なんかで勝負しないですよ。そうだね。だから赤穂選手もまあ今後もしかしたら和気選手とあるかもと。うん、僕はね、まあジムの代表としては、はい、ちょっとやってもいい。やりたいなみたいな気持ちはあるよ、正直。マジですか、うん、あるよ。だから、まあ、和気君はね、あの今いろいろ OPBF2 位だとか言ってましたけど、はい、今日本1位ですからね、はい、あなたは、はい、うん、日本1位、日本1位ということは、この6月のこのランキングで、はい、もしかしたらですよ、はい、まあちょっと下にいるけど、うん、赤尾選手が、うん、あのプッと2位とかに入ったら、うん、ね、何、杉田選手に勝ってるからこの前、うんうん、そしたら最強後楽園というか挑戦者決定戦っていう目も分け、日本タイトルのね、そうなんですよ。ああ、そういうで来年のチャンピオンカーニバルで、まあ今現チャンピオンの古橋選手に挑戦すると、はい、今回すみません古橋選手入ってないんですけど、はい、だからその時に挑戦者決定戦でもし赤尾選手とか、うんうん、と分け選手みたいな感じだとボクシングが盛り上がるし、あなたにとっても赤尾選手は世界ランク持ってますから、そうですね、ね、いいんじゃないかと思ってますけど、うん、どういう印象ですか？ね、戦い方がなんだろうな、もう本当にパワーで押し切るようなタイプだから、うん、まあそうだね。でもその中に、うん、まあ細かいテクニックが入ってたりするからね。あ、そうですね。そうだから強い選手だとは思うよ。強い強い、うん、本当に本当に。赤穂分けってなんかいいよね。赤鬼でしょ向こう。はい、であなた、うん、リーゼントの鬼でしょ。ね、ちょっとよくわかんないリーゼント対赤鬼みたいな、もう分かりやすい構図が、ああそうですね、分かりやすい、そう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 、でも全然、まあ、赤鬼を退治するリーゼント桃太郎みたいな、うん、岡山出身だしね、はい、そういう桃太郎が、そうですよ、そういうもう分かりやすい構図でで俺とかが猿とか雉でついて回ればいいわけでしょ、はい、それね多分ね、うん、赤穂対勅使河原の試合でね、多分勅使河原のなんかあの入場の時にやってましたよ。そうだね。そう鬼退治や言うてやってましたよ。勅使河原選手ダメなんですよ。岡山出身じゃないからダメなんですよ。あ、なるほどね。うん、和気君が、どっちが勝ったの？ 2-1 で赤穂選手が勝ったです、当時。まあでも決まったら相当盛り上がるでしょうね。面白い試合になると思うし、う、ね、うん、自分もやっぱり勝つあれはあるんで、うん、気持ちは。俺が決めたらやるだろ。やります、やるよね、やります、うん、誰とでもやります、俺は誰とでもやるか、はい、ね、おう、4人目、最後ですね、これは湯浅選手だと思いましたね。まあこの前、だから IBF のあれは暫定チャンピオンだったのかな、はい、暫定チャンピオンと正規チャンピオンと王座決定、まあ王座、あ、じゃあ、統一戦、王座統一戦、王座統一戦を、まあ、外国の方でやって、まあ、惜しくも、まあ、敗れてきたわけですけども、う
まあ、この岩瀬選手も現役続行と、そうですね、いうことをもうすでに表明しております、はいはい、で、岩瀬選手がまあ31歳 か、はい、あなたの1つ2つ下ですね、うん、そうそうそう、だからこの岩瀬選手とまたもしかしたら和気選手っていうのもあるかもというところですね。岩瀬選手とはね、昔はよく仲良かったけど、ね、階級が一緒になってからね、あいつがだからバンタム級で、自分がスーパーバンタムで東洋を取って、うん、同じ時期に東洋チャンピオンで、うん、なんか今一緒にで、スポンス、岩瀬さんのスポンサーに自分も可愛がってもらって、どっか連れてもらってとかっていうのをいろいろあったりしたから、そう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 、あったからね、まあすげえ仲良かったんですけどね、そうそうそう、今階級一緒になっても全くやっぱり、うん、ライバル意識やっぱあるんで、まあそうだね、敵的というか、はい、うん、だからまあサウスポーでね、うん、まあ今ふと思ったんだけど、ワケ君が負けた唯一世界挑戦したこのグスマン、はい、選手に勝ったのが小国選手ですよ、はい、もっと前から言うと、はい、小国選手に勝って東洋王座を取ったのがワケ選手ですよ、はい、そうですよ、ね、勝ったワケ君がその勢いに勝って連勝して、うん、グスマンに挑戦して、はい、で負けたでしょ、負けて、はい、でそのグスマンに勝ったのがワケ君に負けた小国選手です、でこの小国選手に勝ったのが岩瀬選手ですよ、ねね、だからそういう意味ではちょっとこう何間接的というか、うまあ、ね、実際にやってるのは和気小国っていうのもやってるし、勅使河原赤穂っていうのもやってるし、小国岩佐っていうのもやってるしね、結構みんなつながりますね、みんなねやっぱりやってますね、やってるんですよ、うん、ね、どうですか和気君、岩瀬選手の印象は。まあ岩佐はなんだろうな、まあサウスポーなんでやっぱり唯一のサウスポーじゃないですか、うん、なんでまあちょっとやりづらさはあると思うんですけど、世界チャンピオンに2回なってますからね今。ああ、まあそうですね、ね、すごいです、だから一歩抜けた存在では当然あるしね、うん、まあまあ来たらこれも面白いんじゃないですか、そうですね、やればね、うん、まあ、自分はもう本当にね、正直今の自分の立場から言うと崖っぷちなんで、別にチャンスがあるあればというか、やってくれるんであれば誰とでもやります、この4人の中で、もし向こうがいいよ分けてやるよって言ってくれるんであれば、俺はもう全力で倒しに行きます。これ今視聴者の皆さんに分け VS 誰が見たい、誰が見たいっていうのをちょっとコメントで募ってもらってもいいんじゃないですか。なるほどね、ちょっとそれコメントで、まあ見てその結果を見てみたいっていうのはあるよね、うんうんうん、このだから分けとこの4人だったらどのカードが一番見たいかっていう、なるほどね、それを持って僕がオファーするとかっていうことそういうことじゃなくて、そういうことじゃなくてそういうことよね、それはもうこれはこれ、これはただのこれはこれアンケート、ただのアンケートアンケートを、集計すると、集計するだけということですね、はい、ありがとうございます。じゃあ分け君にこの4人ね、話してもらったんだけど、もう遅くて、お世代なんだな、そうなんですよ、みんな30で、まあ、ベテランという域に入ってきましたけど、まだまだ、ね、今若手がねどん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 入ってきてるわけじゃないですか、そうそうそう、若手ね、これスーパーバンタム級にはそれこそ那須川天心選手も来るとかね、あいう、そうですね、その話題もあるし、まだまだこの5人をあなたを入れた5人がね、うん、みんなの壁にならなあかんっていう気持ちもあるしね、うん、そうですね、なんか5人でなんか総当たりトーナメント嫌だわ、ライジンで、ライジン、ライジンでスペシャルワンマッチ、スペシャルワンマッチそういいっすね、ワンデイトーナメント、ワンデイトーナメント1ラウンドにして、1ラウンド1試合1ラウンド、5人総当たり、5人総当たりだからもうこのボクシング界の平成ジャンプ、令和ジャンプします、令和ジャンプ、この5人まだまだ令和まで行くぞと行きますよ、いうことで、まだまだ全員でね、やっぱりボクシング盛り上がるようなことになればいいよね、そうですね、うん、わけはもう基本誰とでもやると、誰とでもやる、やると言ってます、本人は言ってます、決まらんかったら僕が違う、時には大荷物を背負って逃げる準備、逃げることもある、逃げる逃げる全部、俺が一番逃げる自慢じゃないけどそうそうそう、俺取り残されてどうする、そうそうそう、結論としては、はい、まだまだこの和気選手を入れた小国選手、勅使河原選手、はい、赤穂選手、岩瀬選手、うん、まだまだ30超えて頑張って、そうです ね国内トップ、うん、やってますんでね、そういうのにもちょっと注目、それがまた若手が入ってくるっていうのも、そうですね、またベテラン同士の潰し合い、うんうんうん、ね、若手がそれに挑むみたいな、そういうのも見ながらボクシング楽しんでいただければなって、ね、本当ボクシング界がこれでもやっぱ盛り上がってくれれば、ね、そう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 、それでやっぱ嬉しいし、それでいいよね、はい、ね、
最後までご覧いただきありがとうございます。ぜひ高評価並びにチャンネル登録よろしくお願いします。今日もナイスイーゼー。